どうも、ワシトーク、コウキでーす。ということで、本日、週明け火曜日ですね。楽天対オリックスの、ゲームが、これなんか楽天スーパーナイターみたいな多分名前だったと思うんですけど、4年ぶりに、主催試合として、まあ、東京ドームで、ゲームが行われたということで、今日僕ちょっと、見に行くかめちゃくちゃ迷ったんですけど、結局、なんか、最終的に心が躍らなかったので、まあ、いっかと思って、結局行かなかったんですけど、そのゲーム結果、9対7、楽天イーグルス、敗戦でございます。まあ、オリックスにめっちゃかもられてますね。今日11回戦だったんですけど、今日終えた、段階で9勝2敗オリックス相手に借金7作ってますね。まあ逆を言えば、オリックスは楽天から、貯金を7個作ってるということで、まあだいぶね、楽天が助けてる感すごいんですけどまあ今日ねゲーム自体はどっちかというと、まあ、楽天が追い上げて、まあオリックスを苦しめる形にはなったんですけど、まあ最終的にね負けてしまったということで、まあ、いいゲームはいいゲームだったと思うんですけど、じゃあ心の底から喜べるかっつったら、まあ、負けてるんで、まあ、喜びはしないですね。まあ、いいゲームだったと称えたいなと思いますけど、まあそれよりもですね、先発のマー君がまあひどい。まあ、エラーも確かにありましたが、なんか、4回9失点だっけマー君。4回、そうですね、4回9失点。国内ワーストらしいですね。はい。まあ、ちょっと、果たして、そもそも今日投げてんの、マー君じゃない人だったんじゃないかって僕も思ってるんですけど、いや、ほんとひどかったっすね。まず立ち上がりがやばかったですね。中川選手に三遊間、レフト前、三遊間というか、あれか、三遊間ライナーでレフト前打たれて、で、宗選手にもライト前打たれて、紅林選手にもレフト前打たれて、いきなりノーアウト満塁。マジかよと思って。ほぼ年一でしょ？東京ドームの主催試合なんて。年一でもないか。4年ぶりだったんですけど、その立ち上がりにいきなりノーアウト満塁で、やべえなと思って見てたんですけど、セディーニョ選手、オリックスの4番、ちょっと初めて、見る選手なんですけど、押し出しフォアボール、最後ストレートかなんかもうワンバンしちゃって、うわーみたいな感じでね、マー君も押し出して1点、やっと今に取られですね。で、一旦、小山コーチ出てきて、ちょっとね、間を置いたんですけど、5番の頓宮選手に左中間満塁ホームラン。嘘だろ。用意ドンで5失点はないぜ。しかもノーアウトでしょ。打者5人、満塁ホームラン食らうまで、アウト1つも取れずで、5失点は、まあ痛かったっすね。で、まあその後もオリックスもそつない攻撃で、ヒットを打った後も、送りバントとかして、ランナー進めてみたいな感じで、まあその後はね、一応得点許さなかったっすけど、で、楽天初回0。で、2回も2アウトまでポンポンって取ったんですけど、その、初めて見たセデーニョ選手、バックスクリーン左へ、カメラがちょうどあるとこぐらいに、来日初アーチですか、これは。はい。ホームラン与えて、6対0。もう笑うしかなかったですね。で、2回裏は、タケローさんフェンチョクツーベース打ったんですけど、無得点。その後3回はマー君ゼロに抑えて3裏に連打でね、売り出し中の、林もねヒット打ってね、コブちゃんヒット林ヒットでチャンス作って、今日2番スタメンのゆきやくんがね、アウトコース高めのまっすぐだったと思うんですけど、きっちりセンターに打ち返して、センター前タイムリー1点返しました。で、その後、浅村の前に、おごちゃんもヒット打って繋いで、で、浅村さんもタイムリー打って、楽天も、
ここはね、5連打で、2対6にして、で、なおも満塁。で、武郎さんが、これ満塁ホームランとか打てばね、同点っていうところで、まあ、ピッチャーゴロで、その後フランコもね、サードライナーで、惜しくも得点ならずだったんですけど、まあ、4点差なら、まあ、東京ドームだし、まだね、チャンスあるかなと思ってたんですけど、4回もですね。ツーアウトをポンポンって取ったんですけど、まさかの、紅林選手の、ま、高めの詰まった打球だったから、まあ、変な回転かかってたと思うんですけど、おごちゃんが、謎の後逸を起こしまして、で、三塁に行かれて、その後またセデーニョにタイムリー打たれて、ライト前。からの、頓宮選手。左中間に、今日2本目のツーランホームラン。打つ気だろう、楽天の時。去年のラックパも散々打たれましたけど、頓宮選手に、今日2本目となるホームラン献上して、9対2。絶望でしたね。で、ちょっとね、僕仕事をしようと思って、この瞬間一旦もう画面閉じてさ、仕事してたんですけど、なんか速報とね、ツイッターでちょっと声かけてもらってみたいな感じで、気づいたら、なんか、9対7になってて、浅村さんは甘い方なって、で、9対7で2点差、お、2点差になってんじゃん。見ようと思って、またね、その後見始めたんですけど、前半と後半は全く別のゲームかのように、もう後半は落ち着いちゃって、結局、最後まで、この点差動かずで、終わっちゃいましたね。まあ、5回とかね、カー君の、フェンス際のナイスキャッチとかね、いろいろ、まあ、いいプレーもあったし、なんか中継のプレーかな、若月選手かなんかが、何回か忘れたけど、レフト前に打ってさ、で、一塁ランナーをね、サードで刺すっていう中継プレーがあったんですけど、そことか謎に カメラがさ、若月選手の一塁のその、オーバーランをなぜか映してて、その、三塁で刺したところの肝心なところを映ってなくてさ、なんで交代になってんのと思ったら、そう、なんか三塁で刺されてたらしくて、ランナーが。そのプレーをなぜか映さないで、ランナーを映してるっていうね、謎のカメラワークとかあったんですけど、まあ、とりあえず、いいプレーもね、まあ、なくはなかったかなっていうところで、随所にね、出てたんですけど、まあ、それぐらいかな、今日は。林がいいね、やっぱり。ショートで中継プレーでね、まあ、コブちゃんとの、連携プレー、レフトに回ったコブちゃんとの連携プレーも良かったし、左中間にね、フェンチョクのツーベース打ったりとか、今日も3安打打ってなかった？ちょっと待ってね。林の成績っていうか、他の選手の成績もちょっと見たいんだけど、林の成績が、5打数3安打、1打点。打率3割9分5厘。やばくね？普通にめちゃくちゃ優秀っすね。ゆきやくんも5の2、1打点で、打率が2割5分4厘。いいね。この辺が上がってきました。で、おごちゃんはね、ちょっと惜しくもヒットは打ったんですけど、ま、ミスもあってって感じで、満塁のチャンスも凡退しちゃってね。途中で代打出されちゃってましたけど、ま、おごちゃんもね、今年レギュラーをつかみかけてる選手でね、もう、順位は正直あまり気にしてないので、また、この間の阪神戦同様、今日の経験、悔しさをね、次に生かしてもらえばいいかなと思います。で、浅村様が素晴らしかったですね。まあ、タイムリー、満塁弾含む、5打数3打、5打点。ということで、2割5分5厘。ちょっとこの間まで少しね、また勢い止まってきちゃったかなと思ったんですけど、先日の ZOZO マリンのゲームから合わせてね、まあ、ちょっと復調気味かなということで、まあ、浅村様が打ってくれないとね、ちょっと結構もうきついので、またこの調子で調子上げてほしいですね。で、武郎さんが5の1、2割5分か。フランコ4の0。フランコもまたいいプレー、紅林選手に取られたりしたしね。で、安田くん2の1、途中出場だね。コブちゃんが3の1、2割4分9厘か。まあ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 って感じで。まあ、この辺の選手たちの今打率だったりね、まあ成績が楽しみかなっていうことで。まあ、いいゲームはいいゲームでした。いいゲームと褒めたたいたいですけど、まあ、勝ちきらないとね、結局、本当に強いかって言われたらね、やっぱり、勝ったチームが強いと思ってるんで、
まあ、いいゲームはいいゲームだったんでね、また、ただ、若手のね、これからレギュラーを取りたい選手たちが、活躍してくれてるので、まあ、満足っすね。負けましたけど、もういいや。順位と、借金はもうね、いちいち、数えてないし、当てにもしてないので、今日もまあ、いいプレー、いい、こう、ヒットとかね、見えたんで、それでよかったかなと思います。まあ、とりあえず、マー君はやばいっすね。僕が知ってるマー君じゃもうない感じというか、失礼ですけど。いや、どうしちゃったんだろうね。先週は、東京ドームで、鷹の祭典の時ね、好投したんですけど、4回9失点でしょ？やばくねえか？多分防御率4.5ぐらいになってるんですけど、4勝5敗。4.5ですか？なんか、しんどいですね。3年目もこういう成績だと。日米通算200勝までね、あと6個かな、勝ち星なんですけど、ちょっとどうにかしてほしいね。まあ、そんなとこかな、今日のゲーム。まあ、いいプレーもね、たくさんあったんで、まあ、見てる分には、まあ、面白かった面白かったですけど、これでも現地目標行ってて、負けてたらしんどいっすね。まあ、7対9でね、盛り上げて面白かったと思うんですけど、僕は勝ち試合見ないと気が済まない人間なんで、まあ、行かなかったのがね、まあ、正解って言い方だってよくわかんないですけど、まあ、今日はちょっとね、僕の気持ちが、今日行かなくていいんじゃねえかってね、自分でこう、思ったんで、行かなくてね、まあ良かったかなっていうところで、まあ明日は仙台に戻って、また、ゲームあるんですけど、庄司君、先発ということで、もうそろそろいい加減、庄司君勝たせてあげてよ。もう明日、9試合目の登板っすよ。8試合投げて、0勝3敗、防御率3.65っていう感じでね。まあちょっと、そろそろ勝たせてあげてほしいです。で、相手が宮城投手ということで、これまたね、まあ難敵、天敵なんですけど、どれか、頑張ってほしいですね。まあ最近ね、打つ方は、結構若い選手たちみんな、いいバッティングしてますんで、まあちょっとその辺楽しみにね、見ていこうと思います。そんなとこですかね。まあ、皆さんも、今日のゲームとか見て、また感じたこととかあれば、ぜひコメントしていただけたらと思います。そんな感じで、また明日、ゲームありますので、庄司君のプロ初勝利、ぜひ皆さんで、後押しして応援していきましょうということで、動画の方終わりたいと思います。ぜひですね、まだの方、チャンネル登録よろしくお願いします。今日は、まあ、若手のまた、活躍等嬉しかった方は、いいね押しておいてくださいということで、動画の方終わりたいと思います。それではまた明日会いましょう。バイバイ。